今度は角錐や円錐先が尖った図形の体積を出していきます尖っている分だけ角柱や円柱より体積は少なくなるはずだねじゃどうやって出したらいいかというともうこれは公式を覚えてくださいどうするかっていうと底面積かける高さかける三分の一ですつまり角柱や円柱の三分の一に 角錐錐や円錐の体積はなっているということですこの公式通りに底面積と高さを当てはめてそれに三分の一をかけてあげるとじゃあんで三分の1をかけるんかっていうとこれはちょっとかなり難しい高校レベルの数学になるからまたその時に確認をしてみたいと思いますじゃあもうやっていきましょう1番です1番は底面がこれ 3cm3cm の正方形になっているよな、ね、底面が四角形やから四角錐になります 底面の面の積は三三、かける高さはこの四センチ使ってやこの底面に垂直なのが高さでこの五センチを使っちゃいけません三かけ三かけ高さ四かける三分の一とじゃあどうなるか三同士で約分をして十二立方センチメートルだねじゃあ二番いきましょう二番も同じで底面積かける高さかける三分の一。 底面積は円なので 3×3×π 高さは ×4×3 分の1ですどうなるか3で約分して消えました 3412π 立方センチメートルになります角錐や円錐の体積っていうのは角柱や円柱底面積×高さに3分の1をかけるこの数字を忘れないようにしといてください